はい、どうもドライトです。あ、そうか。そうか、つかもう一回行こうか、もう一回。はい、どうもドライトです。はい、どうもピピを持っているシュキと申します。はい、はい、どうもフグが大好物なカオくんです。知るなよ。貴重な、貴重なフグを貴重な服を何してるんだ。貴重でしょそれ。ダメでしょう。はい、ということで今回は行きますよ、はい、今回は、3人で行きます。いい、はい、イエーイ、よろしくお願いします。そして今日はね、目的がありますので、今日私魚を持ってますので、猫ちゃんをね捕まえに行きます。行きます。イエーイ、よろしくお願いします。イエーイ、頑張れぞ。俺だけペットいないんで、俺はペットにし猫にします。では行きますか。行きましょう、行きましょう。ゴーゴー。石のクワ縛りということで、僕は石のクワ縛りという。石のクワで本当に行くの？行きますよ。それはもう斧で行こう。うんぼぼ、うんぼぼ。じゃあ僕ベッドで殴ろう。ベッドですかい。ニトリのベッドかな。ニトリ、なるほど。ベッドで殴ってきたから赤ということですか。ベッドで何も殴ってきたから。なるほど。赤になって。よし、じゃあ羊かろう。ほら。羊さーん。いや、やられた。あ、やべ。あれやってなかったな。ダメージ。ああ、PVP。うん、PVP を消してなかった。ごめんごめん。まあいいや。石炭見っけ。石炭。大丈夫かな。石炭見けた。見けた？石炭。でも、石つるし持ってなかった。持ってなかった。あ、じゃあ、任せろ。あと、指を。おう、ありがとう。樹脂材とかも集めながら行こうか。そうですね。うん。レア物があったら、どん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 取りましょう。みんなどこ？おっと。おっと。オッケー。ジャングルどこだったっけかな？こっちだったら西に行けば。西に、うん、おっと、おっと私だ。お前か。僕だ。お前か。あ、関さんあった。はい、え、はい、本当だった。ちゃんとやってますね。さあ、頑張って頑張って。よし、クッキー食べてこ。クッキーあれ、みんなどこだ、みんなどこだ。ここだよ。あ、どこ行った？どこですか？あ、いろ、うわ。おい、おい、こっちだよ。うん。いた。あ、え、どこだ？後ろ、後ろ。どうした？え、おっとった。おっとった。見つけた。行くぞ。よいしょ、クッキー食って。どこにあったか忘れてしまったわ。お、石炭が、石炭本当にいっぱいある。石炭が。あー、ジャングル発見。よし、猫探そう。猫、あれ、どこ行った？どこ行ったんだ？ここだ。いた。あれ、あ、ほっとった。あれ、ここじゃないかな。いた。ん、え、なに、クリープに破壊されたような跡が。あ、ほんとだ。ユーナさんがやられたところ。うん、あ、地図がかもしれん。地図が、あ、レッドストーン見つければ、レッドストーン見つければ、まあ、いけますね。レッドストーン見つければ、なんとか、なんとか、まあ、なんとかいけます。なんとかなるでしょう。わ、広いな。ジャングル広いよ。わ、広い。開始早々見つけたりして。開始早々見つけたらもう終わりだ、今日は。おまけとか、おまけが本編。おまけが本編になる。おまけが本編になりそう。早く見つけたら。ただ捕まえるまでどうしたらいいかな。捕まえるまで。とりあえず探すか。探しましょう。はぐれないようにした方がいいのかな。どうなんですかね。家の方を探します。はい。猫いるかな。その小島にいたいとかいないかな。少ないか。意外と囲まないよな。囲まれない。どっちだこれか。どっちだ。あー、どうかな。まあでも動いたらいるかもしれないですね。
草の草の奥の上に現れるんだっけ。うん、出現は確か。そうだったかな。うん、どうだったかな。ね、これ上に登りたい。上に登りたい。ちょっと草を買った方がいいのかな、これって。草というか、葉っぱを。その葉っぱが、あ、これ。やるか、ベッド準備したいかな。あ、上の方に行けたけど。寝れるか、上の方に。え、ブロックを一番寝れる。あ、ブロックで寝れるか。うん、おはよう。おはようございます。おはようございます。朝起きたら大臣みたいな。もう寝てるし、寝てられないとかしたら大臣に関わるね。ガロ、ガロするかもしれん。うん、ここだ、猫。猫、どこだ。猫ちゃん、ちょっとね、韓国は常に猫と同食だから、猫に。あー、そっか。猫って言うの。猫につけたらまず止まらないといけないな。難しい。難しい、そして囲う。囲んで、うん、どうだ、いるか、猫ちゃん、猫ちゃん、いるか。ゆうなさんが前見つけたのに録画外で見つけてたんだよね、確か猫。うん、あ、犬やったかな、あれ。猫じゃないわ、犬か。え、あー、犬でしたっけ。犬だっけな、忘れましたね。忘れたね。犬だったんちゃう。犬見つけて、逃がしちゃったんだよね。うん、逃げたような、うん、確か犬やったんですよ。まあその後に僕が犬をゲットしてしまうという一手が。そうなんだよね。そして俺だけ犬がいないっていうね、本当に悲しい事態になったんや。おおおどうした、どうした、どうした。犬猫、猫、いや、牛です。なんだなんだよ。俺も牛見つけたけど、あ、違った、どこだ。あ、いて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 。え、猫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 いた、猫いた。おー、マジでマジで。おお。え、もしかしてこれやったらおまけが本編になる。おまけが本編に。おまけが本編に。あ、村に行ったかな。とりあえずフグでおびき寄せとこうかな。あれ、とりあえず囲ってほしい、囲ってほしい。逃げないように。どこだ。逃げないように囲ってほしいかな。あ、無理だな。あー、やばい、早い。早い。今どの辺？今ね、ジャングルの真ん中。真ん中ら辺、オッケー。こう行こう。上に登ってるけど。マジ、猫った。やった。やった、やった。おまけが本、やった。おまけが本編や。なりそうやね。あ、いたいたいた。猫猫。いたいたいた。俺見つけた。え？おー。てか、ゾンビがいる。ゾンビがいる。ゾンビもいる。今ゾンビがいるんだ。ぐわーって。でもブラちゃんと違う猫かもしれない。いや、一緒一緒。今見てる。カー君も一緒におる。マジで、じゃあ。いや、ゾンビがいる。ゾンビどこ？あれ、ここどこ？囲えるカー君、どう？あれ、ここどこだ？誰かがおびき寄せて、その間に囲めればって話になる。おー、ちょっと待って。とりあえず、あれ作ろう、あれは。柵を作る、柵を。あ、次、寄せられなかった。あ、でも、こっち見てるけどな。あー、行っちゃった。やばいやばい。とりあえず、僕がターゲティングしとくんで。ん？どこだーい。どこ？どこ行った？ここに、多分森の方行っちゃってるな。逃げちゃった？いや、でも、まだ見える。あ、見える見える。俺も見える。僕は二人が見えない。あ、囲めた。あ、やった。どこに？フェンスに変えよう。で、フェンス、ちょっと、フェンスを。あ、ゾンビがいるんだけど。さっきからゾンビが。羊が草を登っていた。アーボー。よし、囲えた。囲えたぞ。ここ、ここも。よし。僕は二人がどこにいるかよくわからない。よし、行くぞ、魚。俺が行くぜ。俺が取らなきゃいけないから。あ、じゃあ、それじゃダメなんですよ。え？なんか猫が、寄りついてきたときにやらないと。うん、なんか。あ、そういうのあるんだ。うん、なんか、猫が自分から歩いてきて、自分の目の前に止まったときにあげると、やってくるんです。だから、前、僕もこれ止めて、ずっと魚あげても懐いてくれないから、ハートは出てるんだけど、懐いてくれないから、何なのかなって思って、ウィキで調べたら。うん。自分から近寄ってきて、時に魚あげる。おった、おった、やった、逃げた、やった、やった、逃げた、イェーイ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 
多分そ魚が無駄になっちゃうと思うんですよ。こっち向いた。こっち向いてる。あ、この時にあげたらいいかな。あの遠くにいて自分から歩いてくるんですよ。ゆっくり。じゃあもう少し柵を広げた方がいいかな。え、マジでそういうのもやっちゃいけない。苦労しなしてお前。そうだ。これじゃダメなんだ。うん。あ、やべえ、釣り竿持ってきてたー。20匹ぐらい使っちゃったかもしれないですね。マジで、俺9匹ぐらいでどうにかなったけど、前。懐かなかった。懐くどうか知らなかった、そうなんだ、自分から寄ってこないとダメなんだ。うん、とりあえずシュウキさん、あの、柵を作って広げてくれれば。うん、シュウキさんお願いします。これは、早送りになりそうだな。じゃあここで一回僕抜けるんで、抜けたらちょっと置いてもらっていいですか、柵。どっちか。あ、じゃあ俺置こう。すぐ置きますよ。うん、はい。はい、じゃあ行ってきます。もう少し広げた方がいいかな。もう少し広げた方がいい。そうやね。広げてくれたら嬉しいかな。あ、ここに洞窟がある。よしよし、あ、こっち見たから、あ、誰か、捕まりよ。こっちに来ないかな。お、こっち向いた、こっち向いた、こっち向いてる。ルル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 ル。あら、行っちゃった。もうちょっと離れないといけないのかな、これ。うん、多分、だから今シュウキさん第2コース、第1コース、第2コース、第3コース、とりあえずドライブさんも一回抜け出した方がいいかな。ベッドを置きたいから。あ、はい、猫が逃げられちゃうから。あ、おー、よかったよかった。びっくりした、びっくりした。すごい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 、めっちゃ跳ねてる。なに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 、こっち向きな、こっち、はいはい。これ猫は逃げたかっていう。一回フェンで OK。 うん、出てみました。ちょっと怖いっけ。2段にしとこ、2段に、2段に、2段にしとこ。怖い。あ、え、大丈夫と思うけど。さあ、あなたは早く僕たちの仲間になるんだ。なるんだぞ、ほら。で、ゾンビがいい。とりあえず、下から真下掘りしてみようかな。うん、多分真下にいるんじゃないかなと思うけど。あ、でも2マスで真下掘れば大丈夫。うん、え、なんかスポナーありそうなんですけど。嘘。本当にゾンビスポナー来ちゃった。まさかの。来ちゃった、来ちゃった、来ちゃったか。嘘でしょ。ご視聴ありがとうございます。パソコンの方は符号を投げまくってる一台マンの周知をクリックするとチャンネル登録画面に行きます。そして額縁に入っている符号をクリックするとこの動画の再生リストに行きます。スマートフォン、タブレット端末の方はこの画面を参考にチャンネル登録をお願いします。ドライトさんはツイッターもやっておりますので、よかったらフォローよろしくお願いします。それでは次回もよろしくお願いします。